あれやんな、今の殴られ屋ケンジさんに教えたやつやんな。ああ、そうです、そうです。なあ、どうやったんですか、あれは。見えてるんですけど、途中一瞬おかしくなるんですよね、もらう感じなんで。そういうことですね。ま、マイクどんな感じでやってるか、ちょっともう一遍ちょっとやってみてくれへん。最初にこう、まあ、普段は外側から、外側取るイメージでいって、なんかだんだん時間が進んできて、いけるなと思った時に、そのショーンいかずねと内側に入って、こうアッパー気味を持って、外側からオーバーを合わせたら、オーソドックスよくてもなんかこういくんで、こういったところにちょうどこのオーバーが打ち上げたところにもう当たるんで、ちょっと市原さん入ってもらっていいですか。避けた方向に行くっていうか、こっちに避けるじゃないですか。結構まず何を言うか、こう打てるんですよ、うん、で、結構、はいはい、この辺にあるんですよ、まだ。あ、だからいつもだからちょうどこの辺、そうです、こういう感じで避けるって。あ、そうそうなんですね。オーソドックスってやっぱりこっちを相手だと、こちらには避けないんで、こういう風に避けるんで、まあ、いや、避けられへんねんね、前の手が。前の手があるから。あのね、他の人ね、こっちに来るんですよ、ね、ワンツーとか。お前だとそう、ここに来るんですよ。あー、ジャブがね、うん、足もこの中に入ってくるやん。そう、ジャパンに一瞬だから、ボッてやったらその時に、だから中に入る分、ボディストライクとかも多分届くんやと思う。近いんですよ、なんか中に入るとか。それも僕ら外を取っていくし、余計とちょっと開いてもう見えてまうやろ、ここ。あ、そうっすね。こっち取ろうとするから余計前の方からしたら真正面にこう逆手に取られる。ちょうどこうぐらいに出てるんで、分かるわ。セオリーを逆手に取れる。僕もその取ろうとか思わなかったです離れようしか。ジャブの差し合いとかはもっと外側には回るんですけど、せやね、打ち込んでくるときは。そうですね、打ち行くときは打ちって感じですね。負けてちょっとだけ僕今まで分かる前の方の癖が。いや、それはそれは困るじゃないですか。ああ、なるほどね。はい、石田さんの何となく分かってきたら僕はああ、ちょっと足を入れてしまえ。来週からスポーツが分かってしまう。じゃあ来週また期待しますんで。よし、ありがとうございます。どこがかんない偉そう入っとろ。いけるいきます。おーす、1、ありがとうございます。3、4、5、6、
ピーチ。はい、やっちゃう。はい、ここ力入れ。えぇ、ー、マジそう。ポッキーを挟むように。えぇ、ー、おぉ、今何回9。ポッキーやったら、ポッキー。はい、ポッキーを挟むように。10。はい、そっからまっすぐ。はい、ポッキーを挟んで。1、2、3、4、5、6、7、8、挟めてるよ。折るよ。はい、オッケー。はい、オッケー。はい。出せ、マッチョ。そう、お腹より胸を出す勢いで。死なんといてくださいよ。ボディメイクですからね。はい、この筋トレした後にボクシングの有酸素を使ってやってダイエットしていきましょう。いや、そこあといつもあのヒサロなんで。筋トレ部のみんな、俺はコロナ陽性、陰性や。陰性。みんな安心して。マッスル。頑張ってください。あ、そうです。よし。